酒米の王様山田錦。900年以上の歴史を持つ手すき和紙杉原紙。国民の祝日敬老の日。これら3つの発祥の町として知られる高千穂には、豊かな自然の中で脈々と受け継がれてきた伝統と確かな技術、そして人を敬う温かい心が育まれています。町ではそんな町の魅力を広く PR することを目的に、町内で製造された製品や加工品を高千穂の特産品として認証し、全国に発信する高千穂特産品認証制度を設立。この番組では高千穂ブランドの認証を受けた特産品の数々と生産者の思いを紹介していきます。思い通りになった時はもう最高ですね。まあ多分どんなことでもそう、みんなそうやと思うんですけど、ただ思い通りになることの方が少なすぎて、だから面白いんやと思うんですけど、はい。まず最初に紹介するのは山奥の菓子工房ナチュール。木のぬくもりを感じることのできる店内で、こだわり抜いた厳選素材を生かした商品を真心を込めて販売されています。まず始めようと思ったきっかけは、まあ、ただ単に好きやからですね。でケーキ屋でずっと働いてまして、でできる技術を使ってっていうのもあったし、でその中でやっぱり生まれ育った高千穂でお店したいなっていうのはもうずっとあったんで、で始めました。はい。そうですね、やっぱり自分ですることによって自分の思いが形にしやすいっていうのはやっぱり一番ですね。でそれがお客さんの元に行き、お客さんに喜んでもらえればもう最高やなっていう、もう自分で開業したっていうのはもう最高ですね。はい。ナチュールっていう店名は、まあ、ナチュール直訳したら自然っていう意味なんですけども、まずその名の通り自然っていう、意味合いですね。高千穂の自然をイメージして、つけたっていうのと、あと、まあ、自然なものを使いたいなっていう思いですね。あと、まあ、体になるべく優しい安全安心なものをなるべく取り入れた、お菓子作りを心がけたいっていう思いも込めて、このナチュールという名前にしてます。播州地卵をはじめとした厳選素材から生まれるケーキにプリン、焼き菓子といった商品は一つ一つが手作り。中でも開店以来のロングセラーとなっているのがこちらのコッコロールです。まあ、イメージというか思いというか、どういうふうに作りたいなっていうのは、しっとりしている中にもふんわり感としっとり感どちらもあるような感じで、ただふんわりふわふわじゃなくて、しっかりしっとり感もあって、食べた時にクリームとそしてスポンジとが一緒にこう口の中で混ざり合って、で卵の風味と生クリームのクリーム感しっかりと味わえるような感じにっていうので作ってます。でなるべくシンプルに必要以上にいろんなものを入れないようにして、で素材の味を存分に楽しんでもらえるようにっていうことで、はい。そうですね、やっぱ普通の他の卵よりも卵黄、黄身が濃厚 で味が濃いっていうのはやっぱありますね。で育てられているのも平飼いで育てられてますんで、よりストレスなく、そして高千穂の美味しい水を飲みながら育った鳥だと思うので、より健康的に良い卵を産んでくれているんじゃないかなっていうのがありますね。そうやね、昔から子供の頃から、まあ、お菓子というよりか料理作ったりとかして、うん、よく家族なりに食べさせたりとか、まあ、無理やりですけど、ね、うん、まあ、作るのはものづくりが好きやったから、工作とか絵描いたりとか、
うん、まあ、その流れで、まあ、食べるの好きやしね、うん、これも兵庫県産の小麦を使っています。あ、そうなんです、そうなんです、結構こだわりこだわりこだわりで、ね、そうですね、あの合わせるときにダマにならないかとか、あと混ぜ具合ですね、メレンゲと卵、全卵とあと小麦粉がお互い一番良い状態でふんわりとしっとり焼き上がるような状態をイメージしながら、この混ぜてやるっていう、やっぱイメージするっていうのが大事なんで、そこをですね、すごい集中力がいります。今手全体ですごい感じてます、ね、まあ、お菓子作り、五感で作るっていう感じで、と均等に分けていきます。はい、ではオーブンに入れていきます。では焼けたんで、出していきます。こんな感じです。クリームにこだわりとかあるんですか？クリームはですね、北海道産のクリームと九州産のクリーム、それから大山の生クリーム、純生クリームですねの、乳脂肪分がそれぞれちょっと違うんですけど、あと産地が違うんで若干性質も違うんですね。そういう生クリームをナチュール独自ブレンドで配合してます。で、あと砂糖もこだわってまして、通常のグラニュー糖ではなく天才糖っていう、北海道のサトウキビではない砂糖にするための大根、砂糖大根ですね、それを原料にした砂糖を使ってます。お腹に優しいらしいです。日々変化する気温と湿度、その影響を受ける生地の状態を五感で感じながら焼き上げる、それこそがお菓子作りの醍醐味であり難しいところ。積み上げた技術と経験が生み出す商品は、厳選素材が最大限に生かされた一品です。コッコロール同様、開業以来のロングセラー商品となっているのがこちらのコッコプリン。播州地卵をたっぷり使って仕上げた一品は、濃厚で滑らかな口当たり。またパッケージには播州織の生地があしらわれ、見た目にも鮮やかな人気商品です。こちらは金ごまサブレ。高町西脇市で採れた金ごまをクッキーに混ぜ込んで焼き上げた一品です。口の中でマッチするクッキーの食感と金ごまの香ばしい香りが人気の秘密なんだとか。こちらは長谷貝紅茶を使ったラングドシャとフィナンシェ。サクサク食感が味わえるラングドシャとしっとりした口当たりのフィナンシェ、紅茶の風味をしっかりと感じることができ、ティータイムに最適な一品です。こちらは高町産山田錦を使用した日本酒の酒粕を混ぜ込んだパウンドケーキ、ほのか。名前の通り、ほのかに香る酒粕と日本酒の風味、さらには自然栽培された柚子の香りが食欲をそそる一品です。こちらは7代目藤岡農場の熟成黒ニンニクを使用したチョコレート味のパウンドケーキ、コッコー。くるみ、オレンジの皮、
レモンなどをブレンドすることでより食べやすさを追求した一品です。そうですね、まず一番は、お客さんに喜んでもらいたいっていう思いですね。それをもう、自分だけではなくて、スタッフみんなにもずっと言っていることなんですけども、まあ、そこをまず目指すにあたって、いかに良い商品を作るかで、商品を作るためには、それぞれ個々の技術なり知識を磨く、それとともに自分自身の人間性も、磨いていくっていう、まあ、そこを一番に考えてます。お客様に喜んでもらうことが何より。ありがとう。その一言のために追求する商品やサービスにこれからも真心を込めて。これからのナチュールとしましては、まあ、今の1店舗で、ケーキやテイクアウトのみで営業してますが、まあ、今後ちょっと古民家カフェとかそういうことも考えつつ、あとまあ配達とか、あとそうですね、あとまあ農業体験的なこともできるようなそういう、カフェも併設した、そういう感じの、はい、お店展開をしていけたらなっていうのとともに、今も実際、売り方として、通販サイトも立ち上げてますんで、そちらまだご覧になって、先ほど紹介したような商品も、少しずつ載せていってますんで、買っていただくことできます。あとはですね、まあより求められることをできる限りやっていけたらなっていう、そういう思いでやってます。はい、ありがとうございます。はい、今回紹介した山奥の菓子工房ナチュールの特産品は店頭もしくはインターネット通販でお買い求めいただけます。厳選素材を使用し真心を込めて作られた一品の数々、自分へのご褒美や記念日のお祝い、ちょっとしたお土産に町の特産品はいかがですか。高町ブランドの認証を受けた商品を紹介する町の一品。今回紹介した特産品に関するお問い合わせは各事業所または役場商工観光課にお問い合わせください。